皆様、こんばんは。今日は2021年1月3日土曜日です。皆様は最近日本でもですね、少し話題になっていますが、ご存知だと思いますが、電気自動車です。中国では新エネルギー自動車だと言います。実は電気自動車です。新しいエネルギー自動車だと聞いて、あっとなります。実は普通の電気の自動車です。 中国は2年前、3年前からあるスローガンを出しました。カーブで追い抜く。本来ならですね、カーレースでの専門用語ですが、カーブで相手を追い越すのことですが、最近では政治、経済、 社会の生活などでも使われるようになりました。カーブをきっかけにチャンスとなりますので、ここで相手を追い抜くのですね。アクセルを思いっきり踏むことですね。相手を自分の後ろにすることですが、そうすると自分は勝利します。でもカーブではやはりアクセルを緩くします。減速することは普通なんですね。 カーブでアクセルを踏むというのはやはり怖いです。危険ですね。前の動画でコメントはありまして、もうきちんとですね、中国の電気自動車を評価すべきですと。そして中国は良くない部分もあり、素晴らしい、良くできている部分もありますから、その部分も言ってほしいと言われました。それで今日ですね、中国の電気自動車のことを言いたいと思います。 中国、あるいは中国のメディアはよくカーブで相手を追い抜くと言いますが、そして中国を宣伝することですが、主に2つの領域でのことですが、1つ、中国の北東衛星システム、中国版の GPS ですね。 アメリカの GPS は1958年海軍が開発するようになりました。1964年に使用されてあまり良くなかったんですね。それから1967年、1969年にかけて衛星を発射してですね、あの改良をしました。最後は1978年になってこの GPS の形はできました。1990年になってやっと GPS っていううシステムは使用できるようになりました。つまりアメリカの GPS のシステムは開発してから使えるようになるまで1958年から1990年まで32年間かかりました。 中国の北東衛星システムですが GPS ですね。1994年にこの計画を言いました。最後衛星を発射して1919 19年でしたが合計25年間かかりました。アメリカよりも短いですね。これは中共のスローガンで言ったようにカーブでの追い抜きだと言います。外国ではこれを信じて中国はすごいですと。 中国人は勇敢で聡明で素晴らしいですと。中国の政府はこのようなやり方でいろんな領域にカーブで外国を追い抜こうとしました。しかし中国は今までにないものを開発するのは無理なんですね。外国、先進国で現在にあるものを使ってあるいはコピーをします。これを基礎にして改良していきます。 改良してから大量生産できるということで安さで勝負をします。これで外国、先進国は負けてしまうのですね。例えば今中国にある高層ビル、マンション、高速道路、公鉄、つまり新幹線、地下鉄などですが、これは昔から先進国にはもうありました。中国は 高度の成長っていうのは不動産とインフラへの投資と同じなんですが、これは自慢しているのですが、実際的には自慢にならないと思います。豊田社長の発言はよくわかります。電気自動車の部品は少ないです。急になると失業者の問題が出てきそうです。 これだけではないんですね。電気自動車は普通の自動車と比べても環境には良いとは言えないんですね。中国では新エネルギー自動車、つまり電気自動車ですが充電が必要なんですね。やはり火力発電所から電気を75%火力発電所から依頼しているということで、電気自動車は本当に環境に優しいのかと。 新しいエネルギーの自動車と言いますが、新しいエネルギーを生産している、あの出てくるわけではないんですね。ただの電気、ただのエネルギー、電気というエネルギーを貯蓄したものを使うという意味なんですね。これはもう間違いないと思いますが、香港ではですね、実験がありましたが、電気自動車と普通の自動車での実験でした。スタンフォードの バーンスタインの研究機構が発表しましたが、香港のような都会で電気自動車の普及で石炭火力の消費が多くなってくると、環境の温泉はもっとひどくなりますよと。 シンガポールでも例がありました。シンガポールでは、香港も同じですが、車は100%輸入してきますので、あるシンガポールの方は、香港からテスラを買ってですね、シンガポールに持って帰りました。モデル S でしたが、みんなびっくりしたのは、シンガポールではテスラをですね、環境に良くない自動車だと認定されました。約100万円ですが、の罰金を 取られました。原因としてはテスラの二酸化炭素の排出は1キロあたり。 車の1キロあたり約220グラムですね。しかし普通のエンジンの自動車なら、1.8リッターのエンジンなら、二酸化炭素の排出は150グラム前後です。つまり、もし火力発電所の今の状態ですと、あるいは今以上に火力発電が必要になってくると、電気自動車は環境に優しいとは言えません。原子力、 風力。例えば、地下の、日本ならですね、地下の、えー、熱を使って発電もできる。つまり、火力発電所以外の方法で電気を作らないと意味はないんです。中国の政府は電気自動車を支持するようになりましたが、補助金をいっぱい出しました。中国ではですね、エンジンをいくらコピーしても作れません。 日本、ドイツ、韓国、ヨーロッパ、アメリカよりもエンジンはね、あの作れません。中国の電気自動車は、えー、の企業ですね。みんな外国の自動車企業と共同経営しないとやっていけないんです。やはりエンジンは作れません。しかし、電気自動車を見て中国の政府は気づきました。電気自動車では、 外国を追い抜くことはできると思いました。まず市場のシェアを取りますね。そうすると電気自動車に対して補助金をたくさん出しました。また外国でも国際的な場面でも宣伝します。電気自動車はとてもいいですよと宣伝します。そうすると中国は電気自動車で世界をリードすることができると思っています。 2035年までに中国ではエンジンの自動車は販売しない方針です。ハイブリッドもないです。2025年には電気自動車は販売台数の20%を目指しています。これで政府はたくさんの補助金を出しました。2019年、中国には119社の電気自動車を生産する企業はありました。みんな詐欺師です。 国のお金を騙すのですが、最終的には国民のお金を騙しています。2014年、世界で電気自動車の所有台数はアメリカがトップ1でしたね。12万台でした。中国は 10万台でした。しかし2019年にはアメリカは30万台になりました。2.6倍の増加です。中国は一気に120万台でした。12倍の増加です。そして世界の電気自動車の数の半分はですね、中国にあります。アメリカは第2位ではありますが、でも1位との差が激しいですね。 中国の電気自動車の台数はアメリカの4倍以上です。これで共産主義のパワーはすごいと思うでしょうかでも、むちゃくちゃです。誰でも電気自動車を作ろうとしていました。しかし、119社のうちの,の企業があって、まともな企業というのはないんです。BYD だけでしょうか今思うと。バッテリーの技術は無理なんですね。基本は。 こちらの自動車を紹介したいと思いますが、内装はこれですね。こちらの電気自動車は、キツリっていう自動車が出したものですが、ボルボを買収した、買収した企業、えー、ですが、24馬力です。思いっきり踏むと前には進みます。内部は、えー、とても簡単ですね。安全ももうないと思います。エアバッグがあってもなくても危険だと思います。この自動車は、えー、10万 8800元です。10万円単位、10万元単位ですね、えー。約150万円を超えますが、150万円ですね、この自動車ですね。まあ、日応は乗れます。もう一つ、中国の自動車企業はですね、とても有名です。国産のポルシェだと言いますが、これはね、あの、貝栄に見えるでしょう。あの、<laughs> あのポルシェの貝栄に見えるでしょう。でも違います。これは中国の 自動車ですあのこれがあのポルシェですね。カイエンですね。こちらが中国のジョン・タイっていう車なんですが、全く一緒なんですよ。外観見てもね、同じなんですよ。実は同じなんです。でも、まあ、一応ね、国産していると言います。ここでですねあの、やはりね、たくさんのダメ男ですね、クズのような男ですね。この車を買って、ロコだけ変えてですね、 あの少しだけ改造すればね、本物のポルシェに見えるんですよ。そうすると、女の子をね、あの、騙すと。 まっていくんですが、やはりですね、あの、女性はですね、あの、お金持ちの男の子がね、男が見てですね、やはり、あの、好きでしょうか、やはりね、あの、有利ではあるので、で、そういう遊び人がですね、あの、こういった車を乗ってですね、そういった、例えば、KTV とかね、あの、バーとか行ってですね、女の子を引っ掛けると、そうすると、いえ、いつも成功してくると。この自動車メーカーですね、基本はもう、外国のブランド、 ばっかりコピーすすするんんででよ面白いんですけど <laughs> これがですね、もう、あの、ランボルギーニですね、もう、国産車のランボルギーニになってくると言われてありますが、もう、こちらがですね、ここに書いてあるように、実はですね、あの、国産車です。これで、あの、うまくやっていこうと。ただしですね、これらはみんな普通の自動車のエンジンです。エンジンはえ三菱のエンジンではあります。 でもですね、あの、ここまではやはり良しとしましょう。コピーする力はすごいかなと思います。でもこの企業は潰れました。去年の12月ですね。潰れた理由としては電気自動車を生産しても売れないからですね。電気自動車になってくるとコピーしようがないので完全に自分の力で作るのですね。 テスラは、あの、コピーしてもいいんですが、話によると、テスラのような高性能の電気自動車を作るには、やはりコストがね、かかりすぎるんですよ。値段がとても高いです。もっと売れないんですね。そうすると、誰でも買える電気自動車を作ろうとします。こちらが、あの、スマートフォンに見えるんですけれども、スマートフォンですね。 コピーしました。でも、外観の形をコピーしても、中身はですね、電気自動車ですね。二人乗りで18万円ですね。約300万円をします。でも、大丈夫です。政府の補助金がありますので、実際的には6万円で買えます。約100万円で買えますが、ただ、自称300キロ走れると言いますが、実際的には100キロぐらいではないかと思われています。 一番おかしいのはハイエースですね。こちらの自動車ですが、国産車です。ガソリン車は19万件ですが、約350万円ですが、でも新エネルギー車だと、変身するとエンジンをなくしてバッテリーとモーターにしましたが、値段は75万件です。約1000万円以上超えます。もう2200万円ぐらいしますね。 これはもう誰,誰も買,買わないんですが、政府の補助金はバスならですね、バスの大きさで補助金を決めます。長いと補助金も多いです。電気自動車は1回の充電で走れるキロ数で補助金が決めます。そうすると、できるだけ軽量化、できるだけサイズの小さい電気自動車を作ろうとします。 メーカーとしては補助金を取るためですね。補助金で儲けようとしますので、真面目に電気自動車を作りません。でも、このような自動車は人気ないんですね。でも大丈夫です。メーカーがまだね、他の名義で会社を作って、自分の推奨品をですね、買えばいいんです。買えば買うほどですね、あの、国からの補助金はたくさんもらえますので、 このような自動車というのは本当に小さくて、もうね、あの、人気ないんです。つまり、みんな自然に電気自動車を作ろうとしますし、そしてできるだけ小さくします。そうすると、コストが安く、できるだけ長く、 走れるよくある話ですが、打って電気自動車のバッテリーを回収して、また生産に回します。真面目に電気自動車を作る企業はあります。 電気自動車を作るメーカーの中に不動産企業、電化製品の企業も参加されています。みんな国の補助金のためですね。品質安全性はもうどうでもいいんです。もともと売るためにやっていないですから、中央政府は知っています。李総理は北海道に行ってですね。 未来を見て中国の国産の電気自動車はみんな詐欺であることを気づいたんですね。中国に戻ってきて整理整頓しようとしましたが無理でした。なぜならこれらの企業はみんな地方政府の企業ですね。地方でたくさんの就職先を確保されています。地方政府はこのような企業を守ろうともします。 中国の電気自動車は2種類のメーカーがありますが、あるいは電気自動車は2種類です。一つはさっきのような小さい2人乗りの電気自動車ですね。足として使ってもいいんです。近所での買い物用ですね。2、元も々ガソリン車でした。形がそのままで改造しました。電気自動車にしなりました。しかし、どれにしてもですね、 電気自動車を製造するメーカーとしてはもう動けばいいんですね。ただしですね、夏場なら冷房をつけるのはダメなんですよね。冬場なら暖房をつけるのはやはりしないんです。なぜならですね、バッテ,ーテリーのことを気になりますので、中古ではまず売れないです。 基本ですが、都会ではこの電気自動車が多いです。なぜなら都会では普通の自動車はお金があっても買えないんです。ナンバープレートを制限されていますので、購入制限ですね。あの、ピッキンは抽選です。 えー、抽選ですね。なかなか当たりません。上海は強売です。一番高かった値段はですね、上海ではナンバープレードですね。大体12、13万円でした。約 200, 200万円ぐらいします。ナンバープレードです。が200万円ですね。他の都市では基本ですが、抽選ですね。数ヶ月に4%ぐらいの当選率ですね。とても低いです。でも、 車が必要です。そうすると、電気自動車ならいつでも買います。制限はないんです。それは人気というものがね、やはり出てきます。しかし、2020年、去年の年末にですね、政府は発表しました。 これから電気自動車に対しての補助金は削減しますと。30%を削減しますと。そうすると、今までの補助金で食べてきたメーカーは、倒産の方が、あの、倒産の方が、やはりいい、自分の都合にいいので、倒産するようになりました。私はですね、この電気自動車を推進したのは、電気自動車の大躍進だと言います。まずですね、 あまり良いとは思わないですね。そもそも電気自動車、あの、いい、よろしい、前に進もう、電気自動車を復旧させようというのは、やはり、あの、アメリカと中国が、あの、先導でやってありますが、それはどうしてかと言いますと、 やはりアメリカの自動車もですね、そんなに人気あるわけではないんですね。やはりガソリンのエンジンでありますと、そんなに人気はないですね。中国でしたら完全に作れませんので、そうするとやはり電気自動車では有利になってきます。もう一つは IT ですね。IT の領域においては、やはりアメリカがやはり上なんですよ。IT に関しては。ただし中国は、あの、IT においては、 これから、えー、進めていこうとやっていますので、基本はアメリカの上なんですが、中国はその後についていきます。で、中国の場合は、あの、まあ、ももね、あの、コピーもしますし、一部はアメリカの方ですね、あの、もう買収もしますし、アメリカの企業と、あの、連結してですね、例えば Google とか、あの、そういったマイクロソフトとか、 そこに中国もね、出資してありますので、もう共同経営みたいな形をやっていますので、なので、IT に関しては、やはり中国とアメリカが有利ではないかと思います。電気、つまりですね、簡単に言えば、ガソリン車では勝つことできないから、電気自動車に きまただしですね、Apple もこれから自動車を来年の9月でしょうかわからないですが、噂ではですね、Apple もこれから自動車を出されると聞いてはありますが、そうすると、 自動車の,その業界でですす。ね、今ままにになないいいよううう景色が見えてくるというふうに思いますこれからですね我々が足というかこれから出かけるスタイルも変わってくるというふうに思いますが例えばこれからもっと風力発電いっぱい作られるかもしれません水力発電とかそのまま宇宙からですね発電されて太陽ですね こう利用してそのまま使うとかそういった技術は進められるかもしれませんそうすると出かけるのはやはり自動車というよりあの例えばリニア新幹線とかも出てくるかもしれません新幹線の何倍もスピードが速いですねそうすると長い距離でしたらそういった交通機関を使うでそこについてからそういった電気自動車は置いてありますあるいはですね 高速道路の中では、えー、そういった充電スポットをたくさん用意されているとか例えば日本なら、えー、各あのコイン、えー、パーキングとか。 あのコンビニとか、えー、そういった、えー、そういう、えー、充電スポットですね置かれるかもしれませんそうすると、えー、一気に普及するのではないかと思います電気自動車ですねこれからは、うん、私も微妙なんですがどうなるかはわからないですがただしこれからはですねあの変わっていくではないかと思います、まあ、ある意味ですね楽しみでもありますのでどういう世界になっていくでしょうかと 思いますが、中国の電気自動車はあまり、あの、すごいっていうふうに思わない方がいいと思います。あの、ただしですね、あの、ただみんな、あの、国の補助金を取っているだけですね。それと、よくあるのが DD っていうの、あの、ウーバーとかね、ありますので、そこはですね、今まででしたら、あの、中国の電気自動車を使ってですね、あの、自動車を使ってアプリ、 で、やってですねあの開いてで、そういったタクシーのように走る走ってですねあの、お金を徴収できるんですけれども、取ることができるんですが、要するにあのアプリであのタクシーになるんですが、廃案みたいな形ですが、そうするとですね、あの運転手らはあの誰でも。 な、なれますので、あの、免許され、あれ,あればできますので、その、今まででしたら、えー、普通の自動車でしたら、やはり、あの、高いんですよね。で、電気自動車になってくると、DD という会社がですね、そういった免許を持っていますが、車は買えません。そうすると、電気自動車を、あの、無料ではないんですが、提供しますと。あなたは、武士の車を使って、 走っていいですよと、そうすると、運転手になりますよと。で、そうすると、つまりですね、電気自動車がタクシー用になってきます。 これが個人ではですねやはりできないことですからあの自分で車を買うにはお金,お金はやはりかかりますのでそうすると無料で無料っていうのはおかしいんですが一応ですね車は、えー、提供してくれますのでこの車を乗ってですねあの稼ぐこともできますとそうすると電気自動車もまた普及するようになってきました、えー、タクシー用みたいな形になってきますので。 これはですね、まだあの中国には、えー、有利というかあの、そうなってきますので、なので、すごい人気あるとかはではないですねあの。個人個人で買うような電気自動車というのは周りにはいますが、本当に北京とか上海とかはならいます。もし本当に東北とかでしたら、あの中国のモンゴルとか、あのその例えば、えー、ハルピンとか。 喫認証とかそういったところではハイブリッド車でも人気ないんですね一応は乗ってるんですが乗ってる友達はいます、えー、カローラのハイブリッド乗ってる友達はいますがやはり性能はあのそんなに機能はしないですね寒すぎるんですよねあまり意味はないかなと思いますやはり普通のエンジンの自動車の方が、えー、有利ですね普通の自動車がいいんですねあここまでにしたいと思います ありがとうございました。